量子コンピューターというものは0と1の重ね合わせの状態をとって、非常にたくさんの量子状態、状態を取ることによって、計算を可能にしています。こちらに見えている筒は装置を 0.01 ケルビンという非常な低温に冷却するための装置で、量子ビットのチップ自体はこの中の一番奥の部分に入っています。超伝導のチップを極低温に保つために何段階かにわたって熱輻射のシールドがついていて、でそれによって資料を低温に保って熱雑音を減らすための工夫がなされています。世界中で量子コンピューターの開発が進んでいて、いろいろな方式で開発されているんですけども、今回、理化学研究所の方で日本でもそういう研究が行われて研究が進んでいるということをアピールする狙いがあります。